妹よ、今日からしばし戦車には乗らず、新年度になって多分新しい戦車乗りさんが増えてると思うので、初心者さん、向け企画2023という趣旨で、いろいろやらせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。でも具体的には何をするの？いろいろ悩んだんだけど、まず第一弾は、ハウツー系戦車さんなんてどうかな。いいね、お姉ちゃん。このゲーム、車種によって動きが全然違うもんね。うむ。というわけで早速、バトルの進行度に応じた、系戦車さんの動きをやっていこうか。了解だよ姉ちゃん。まず序盤に関しては、みんなそれぞれの戦場に移動するフェーズになるので、その偵察や、油断してるところへの通行量の徴収がメインになるんだけど、一番大事なのは、無駄に被弾しないことだね。初動の偵察で敵の動きがわかれば、味方さんの攻守の判断に役立つし、マップによっては味方さんの攻撃からアシストが期待できたりもするけど、無理な偵察をして被弾したり、撃破されちゃったりすると、その後が辛くなっちゃうもんね。うむ。初動の偵察は、消極的なくらいでちょうどいいね。それと鉱山とかの、マップ中央に行くか行かないかなんだけど、これに関してはかなり博打的な要素になっちゃうので難しいんだよね。そうだねお姉ちゃん。例えば快速中戦車プラさんが、戦闘開始前からピコピコしてるとかなら、リスクはそこまででもないかもだけど、基本はどうなるかわからないケースが多いもんね。うむ。特に味方の中戦車さんが、敵より明確に遅い子たちの場合は、行かない方がいいね。仮に敵に中央を取られても、それだけで負けるわけじゃないしね。全体的に序盤は、やれることがないわけじゃないけど、そんな重要な動きがあるわけでもないので、とにかく慎重に、が大事な気がするね。そうだねお姉ちゃん。軽戦車さんは元のヘルスが少ないから、2、3発程度の被弾でも、一気に動きにくくなっちゃうもんね。うむ。そしたら次に中盤の動きを見ていこうか。了解だよ姉ちゃん。中盤は味方さんたちの打ち合いがメインになるフェーズってことでいいのかな？うむ。そしてこの中盤の動きが、軽戦車さんの場合マップ依存度が高いんだよね。というのも、マリノッカみたいな、偵察&狙撃ができる野外マップでは、引き続き偵察をしていればいいんだけど、ヒメルズドルフのような街マップの場合、偵察できる場所がなかったり少なかったりで、途端にやることが少なくなっちゃうんだよね。あわう。でもそうだねお姉ちゃん。街マップ以外でも、山岳路とか、序盤は通行量狙いで偵察ができるようなマップでも、中盤打ち合いが発生する主要な戦場で、偵察が不要ってケースは多いもんね。そうなんだよね。無理してメイン戦場に参加してもいいことはあまりないし、かといって偵察をするにしても、敵が全然来なかったりするからね。そういう場合、軽戦車さんはどうしたらいいのかな？そこが最大の悩みどころだよね。メイン戦場にお邪魔しても大した戦果にならないから、後半に向けてヘルスを温存するっていうのが一つ考えられるよね。そうだねお姉ちゃん。後半になれば、またちょっと状況が変わるもんね。うむ。順当に敵味方双方が削り合って、お互いに車両数が減って終盤に入るパターンや、あるいは味方さん有利な状況で終盤に入るパターンなら、そこでまた軽戦車さんの出番が増えてくるからね。いいね、お姉ちゃん。ただ問題は、中盤の打ち合いで味方さんが負けて終盤に入るパターンだよね。あう。でも確かにメイン戦場の味方さんの負け方によっては、もうどうしようもなくなっちゃってるパターンもあるもんね。うむ。そしてそれを避けるには、中盤の打ち合いに強引に参加するって手しかないんだよね。でも、前線で重戦車さんや中戦車さんと戦うのって、かなり不利だよね。うむ。正直かなり不利だね。でも、敵の発砲の隙をついたり、うまく戦えれば、軽戦車1両分とはいえ増えた戦力で勝てたりするからね。ちなみにお姉ちゃんはそういう時、どうするの？乗ってる車両の攻撃性能にもよるけど、軽ヘルニャンとか、攻撃もできちゃう軽戦車さんなら、どんどん混ざっちゃうかな。そしたら最後は終盤の戦い方だね。了解だよ姉ちゃん。あ、でも終盤の定義って、どんな感じになるのかな？人によっても違うだろうけど、ここでは中盤の削り合いで前線の車両が損傷してきて、
ヘルスないし車両数が、当初の半分以下になってきたくらいってことにしておこうか。そしてそんな終盤での軽戦車さんの役割は、正直全部って言いたいところだけど、特に裏取りからの敵前線部隊の背後を突く動きや、厄介な狙撃ポジションへの肉薄と偵察、このあたりが重要な気がするね。そうだねお姉ちゃん。後半元気な軽戦車さんがいないことで、狙撃ポジションの攻略ができずに膠着、なんてそう珍しくもないもんね。うむ。ちょっと終盤の説明が雑だった気もするけど、戦況互角以上で、軽戦車さんをフルヘルスに近い状態で終盤まで温存できれば、それだけで楽に勝てることが多いから、終盤そのものより、そのシチュエーションにどう持っていくかが、一番難しい気がするね。本当だねお姉ちゃん。背景の動画では、序盤から積極的にメインの戦場で戦って、その上終盤まで被弾もしてなかったけど、こんな都合よく活躍できるバトル、そうないもんね。だね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。